おはようございます。2023年3月25日土曜日の朝です。今日の体重は 64.90 でした。体脂肪率は 38.0% です。おはよう、あーみらちゃん。今日はすごい天気いいですね。気持ち朝ですね。しかも風がなくなって穏やかな朝となっておりますね。気持ちいいですね。そんなわけで今日土曜日ですね。今日はですね、近所の公民館で子供たちのイベントがありますので、お昼にはそこに行こうと思っておりますよ。で、アンゲージのナナさんも一緒に行こうかなって考えておりましてですね、まずは午前中のうちはちょっとゆっくり過ごしたいなと思っております。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、サラダナとちくわのゆかりちゃんあえ、レタスとトマト、おつゆはお豆腐わかめと白いご飯、久しぶりにフルーツ酢で食べます。今日は久しぶりに旦那さんがカレーを作ってくれております。楽しみ。うわ、今日は久しぶりに大同天鍋が登場でございます。炒めたニンニクや生姜や豚肉、スパイスを移して椎茸のだし汁を入れまして、蓋を閉めまして、スイッチオン。出来上がり楽しみです。いい感じでカンカラコンコンコンと調理してくれております。ただですね、一旦これからお出かけをして、あの追い分けの公民館でやっているですね、ゆういくマルシェに行っちゃいます。そして、帰ってきてからですね、出来上がりのカレーを食べたいと思いますよ。これからもうちょっとしたらマルシェの方に行くんですけれども、とりあえずですね、アンリュージーの皆さんと行く予定でございますのでですね、ちょっとうちに迎えに来てくれるんですよね。そこでちょっと寒いですけどね、天気いいからちょっと歩いていこうかなんて話してたんですけどね、どうしようかな、結構寒いんですよね、天気いいけど気温が冷たい、空気が冷たいから、来てから相談してみようかな。みんな正座の下なんで、これから行きたいと思いますよ。かんちゃん、これの乗れる？乗れる？乗れるかい。ここまでちょっと倒して乗れない。絶対無理だ。ここまで倒して、お尻のまたいで。またいだって。追い分け公民館着いた。お母ちゃん、お友達に会ったみたいですよ。いってらっしゃい。私行きますよ。ヘリコロの動画。まあ、可愛いのもありますね。スタッフ紹介とかもありますね。あ、こんにちは。チャーハンまたやるんでしょ？ここで売るの？はい、美味しいチャーハン屋さん。一応これ見本ですけどね、こんな感じのもありますね。いいね。え、これ可愛い、これ。こんなケーキ屋さん。うん。あら、こっちの方でもありますね。わ、すごい。豆アートデラックスって書いてますね。あ、これだ。豆アート、こんにちは。わ、すごい。わ、お豆だ、これお豆じゃん。全部お豆だ。あれ、かわいい、上手。こんなのもある。ガチャガチャゲームもあります。やってるしょ、またゲラゲラ。あれだよ、覚えてる？はい、あの、お隣そうそうそう。あ、かんちゃん、かんちゃん、商店気合ってた。今、映してなかった。じゃーん、買うわ、絵はがき。何を買いましょうか。どれにしようかな。ちょっとこれも可愛いんだよな。あ、またいるね、この子ね。店長。店長、店長、今日頑張ってますね。ステージ、買います。はい、頑張ってね。これからもいい作品楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。サインももらいました。かんちゃん楽しんでるかーい。
豆アートアリが気に入っちゃったからちょっとアリを買っちゃおうかな。ね、これやっぱり気に入っちゃった。これ、うん、買う。え、安い。100円の価値はあるよ。100丸。あ、50円ね、制限時間のやつね。じゃあ100丸ね、これ。はい、じゃあこれもらいます。はい、ありがとう。これこれこれ、ありありあり。シュンタの作ったアリだ。シュンタはいないの？あ、シュンタいるじゃん、ここにいた上手だね、これこれ。めっちゃもらってるよ、アリー。はい、こんな可愛いアクセサリー屋さんもありますね。可愛いね、上手だね。え、これ可愛いよ、ほら。これ買いました、ブローチ。あら、はい、ありがとうございます。お大事にしてください。大事にします。本当にありがとう。うん、ありがとうね、ブローチ買いました。じゃあもう、あ、でも青が綺麗だ、これにしようかな。うん、じゃあバスボム買います。中学生だから1分間で15個以上運べたら15個、お菓子が当たります。よし、頑張ろう。じゃあ15個運びます。手使っていいのこれ？待って待って、つるつる。あ、慎重に、集中に。ちょっと待って、あれ、あと何分？あと何秒？何秒？あと13秒。優しい。かんちゃんがゲーム気配切りをしております。かんちゃん頑張れ、頑張れ。かんちゃん、かんちゃん赤でございます。床、床って言うけど、やられちゃった。あ、また助かった。カンちゃん頑張れ。どんどん混み合ってきておりますが、そろそろ帰りたいと思いますよ。楽しかったです。カンちゃん楽しかったね。めっちゃめっちゃだったね。遊びたい。楽しみすぎる。いや、楽しかったし、うん、これからも楽しみあると考えられる。そうだね、そうだね。これからも楽しみあるね。ヘリコロの動画帰ってきましたよ。はい、今日はちょっとカメラ固定しています。ただいま固定します。はよ。はい、ということで帰ってきましたよ。これからちょっとですね、みんなでお昼ご飯をうちで食べようかなと思っておりますよ。今日のお昼ご飯です。今日はルーローカレーを作ってもらいましたよ。美味しそうです。食べます、みんなでね。天気ですけどね、これからちょっとですね、セブンイレブンに行ってきたいと思いますよ。行ってきます。
セブンイレブン着いた。ちょうど5時です。行きます。セブンイレブンでちょっと夜ご飯また手抜きようと思って買ってきちゃいましたよ。そしてコーヒーも飲みます。入ってきましたよ。すっごい寒いんですよね。なんか雪降るかもしれないっていうくらい寒い。まずは中入ります。今日の夜ご飯です。今日は手抜きするためにセブンイレブンで買ってきたジャージャー麺大豆ミート塩買ってきました。595キロカロリー。食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、楽しい一日でございましたね。で、私が住んでいる北海道安平町の追分公民館というところでですね、子どもたちが自分たちで考えて自分たちで作り上げたお店を自分たちでそう販売したりとかしてですね、ゆいくマルシェっていうイベントが今日あったんですけれども、実はゆいくマルシェ2度目の開催になっておりまして、1回目、ね、私も実は大人なんですけれども、子どもたちの中に混じってアロマ石鹸のワークショップをやっておりましてですねそれでですね、結構顔を覚えててくれた子がたくさんいて、すっごく嬉しかったです。なんか本当にですね、覚えてるって言ったら、うんって言ってくれる子もいたし、あ、こんにちはとかって言ってくれる子もいたし、エリクンさんですよねって言ってくれる子もいたしですね、本当に可愛かったですね。で、いろいろ買ってきたので軽くちょっと購入品紹介ですねしたいと思います。まずこれですね、袋に入れてくれたんです。言葉をちゃんと載せてくれましたね。お大事にしてくださいって、ほんともうこんな繊細なですね、ちっちゃな可愛いブローチを買ってきました。これ可愛いですね。大事にしますよ、もちろん。ほんと可愛い。なんかちまっとここにあるとなんか可愛かったりしますね。ちまって、あ、可愛いね。可愛いですね。なんかどっかにつけたいなって思っております。あとはですね、こんなキーホルダーも買いました。なんか可愛くて、ゲーム特別好きとかじゃないですけどね、可愛くて買っちゃいましたあとはですね、手作りのバスモブとかもありましたね。可愛い。この販売してる子もですね、覚えててくれて、前回は折り紙のお店やってたのかな。で、今回は自分でバスボム作ったみたいですよ。おー、可愛いね、すごい。そしてですね、これ見てください。黒豆なのかな、お豆アートって言ってですね、なんかいろんなのあったんですけど、私はこれがすっごい気に入っちゃって、この黒豆のこの黒い豆自体をこのテカテカしたアリを想像して、アリをこう歩かせたっていうその発想がすごい好きでですね、買っちゃいました。ちゃんと目とかも描いたんですよ。可愛い顔も描いてあって、可愛いですね。このセンスがいいですね。そしてこちらはですね、この男の子、前回私のブースの隣でいろいろお話ししながらですね、楽しく一緒に販売をしてた子なんですけども、これ見てます、自分で考えて描いた絵なんですが、これなんかですね、いろんなたくさんすごくセンスのいい絵があったんですけれども、 iPad で描いてるんですって。で、この絵を描くときってどうやって想像して描いてるのとかって聞いたら、なんか音楽、それぞれ音楽を聴いて音楽からイメージした絵を描いてるって言ってました。で、この絵のイメージはですね、ステージっていうなんかイメージで描いたそうですよ。これなんかすっごくですね、なんかすごくいいと思ってですね、買いました、で、なんか この子ですね、前回私の隣で販売してって、なんかこの子なんかすごい才能あるなってすごい思っててですね、勝手に。で、絶対今後ビッグネームになりそうな気がして、なんとなくサインもらってきました。ちょっとフルネーム書いてあるので伏せときますけど、ちゃんと日にちも入れてくれてですね、そう、ちゃんとサインもしてくれました。サイン書きますよって言ってくれて、サインもらっとこうかなとかって言ったら、いいですよ、書きますって言って書いてくれてですね、そんな風のことこれも買いました。そんな感じの購入品紹介でございました。本当になんか嬉しいですね。なんか子供たちが本当それぞれの思いを褒めて作ってくれたものだから、大切に使ったり大切に飾ったりですね、したいなと思っております。はい、そしてその後はですね、ななさん、もともと今日ゆいくマルシェに行く行かないの前に、
私のアロマトリートメントを受けてくれるっていうお話をしてましてですね、それで来てくれる約束をしてたんですよ。でそれと有益マルシェかぶったから、せっかくだからカンちゃんもお友達いっぱいいますからね、有益マルシェに、なのでみんなで行ってこようっつって、それで行くことにして行ったんですけども、そのままうちの方に帰ってきてですね、で私はナナさんの、みんなでご飯食べた後ですね、ナナさんのトリートメントして、でその間はカンちゃんと私の旦那さんはなんか二人でもギャーってキラ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 しながらゲーム、ぐにゃぐにゃ人間ゲームやって楽しんでおりましたよ。そう、それを見ながら私と旦那さんは笑いながらですね、すごいお話ししながら楽しい時間を過ごすことができました。はい、そう、そんな感じで今日は楽しい一日っていうことだったんですけども、昼久しぶりに旦那さんのカレー食べましたね。美味しかった。私好きなんですよ、ルーローハンが好きで、ルーローハンカレーはもっと好きですね。スパイス効かせた感じのカレーが大好きで、なんか今日豚バラ肉がずっと家にあってですね、使いたいねって言ってて、でそれでルーローハンカレー今朝 急遽作ることになったんですけども、全部やってくれたんですごい楽ちんさせてもらいました。はい、そんな感じでして、夜ご飯はすみません、またなんか多分私グルテンフリーリバウンドが多分来てるんだと思います。もうなんか一回食べ出したらもういつからやめるかとか決められなくて、今日も食べちゃえと思って今日も麺買って食べちゃった。なんかすっごい食べたくなっちゃうんですよね。でもどっかでまたやらないと、なんかお便は出てるんですけど便秘気味になってるんですよね。だからなんかちょっとダメかな、なんか気をつけないとなって思っております。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。